どうも、コンバチマンコ、スコロベイコです。今週のリバイスの感想です。いやー、今週もひどかったですね、仮面ライダーリバイス。先週の神回が嘘のようなつまらなさでした。大事の闇落ちって言うんですかねこれ以上引っ張る必要ありますこれ。かげロうに顔向けできないってどういうこと今の意味わからん立ち回りの方がかげろうに顔向けできねえだろうよ。大事くん、かげろうのこと大事に思ってるんだね。 って思うほど視聴者はバカじゃないですよ。先週の父ちゃんの説得に対して、でも俺にはもう鍵ろうがいないから、父ちゃんとベルみたいにはなれないんだよってお前バカかあまりにも描写不足な正義が暴走してるっていう言い訳すら苦しくなって、 もはやただの家族にごめんなさいが言えないだけの家出少年でしかなくなった大地くんに救いはありません。ハゲロを消してしまったことに責任を感じてるっていうのと、岐阜側に作ってどうしてもイコールにならないし、定義が暴走していたとして前例のひろみさんがいるからそうはならんやろうってなるし、薄っぺらい言葉だけで視聴者を煙に巻いてるだけですよね。だってさ、悪魔を失ってるって言うんだったら、花とか玉木とかもそうじゃん。でもあいつらは普通じゃん。なんで大地だけああなるのみたいな。 薄っぺらい言葉だけで視聴者を煙巻いてるだけですよね。っていうか、ヒロミさんに見せ場を作るためだけに、先週のパパさんとベルの戦い茶番にしたよね。大、はい、登場したからには、ヒロミさんにも見せ場を作らなきゃってことでしょこびこび MM の脚本、ありがとうございます。この話で新商品が出ます。 そんでこのキャラを活躍させたいですっていうゴールを先に設定してるんだろうけど、そこまでの持っていき方は下手くそですね。前回脚本家が悪いと言いましたが、彼だけじゃなく、プロデューサーもあれなんでしょうね。コメント欄でもね、あの、言ってる方もいましたけど。来週はまた茶番の後にライブがパワーアップするんですかね。あとさ、一気の記憶が失うペースが速くなってるっていうのも、なんかパワーアップするたびにそのリスクがあるとか、そういう方がドラマチックだったんじゃない,いや多分そういうのまた後出しで情報を出してきそうな気もするんですけど、 アルティメットリバイス強すぎるし、力の元が元だから何のリスクもないってなんかない気がするし、変身することにリスクがある設定作っておいて、それの描写も死ぬほど下手そですよね。関係ないんですが、りだけのやり取りは割とブレなくて嫌いじゃないです。その辺の元々戦闘員でもないモブが数日特訓したくらいで、フルゲノミクス耐えられんのじゃあ今からデモンズ軍団みんなで特訓始めたら、1ヶ月くらいにはギフ倒せるんじゃね